ロコガイコンコーレパスコンコーレパスあるいはアワビモドキは南米太平洋沿岸に生息するアッキガイ科の巻ガ貝の一種。広く食用とされる。同じトガのイボニシやアカニシなどと同じ肉食の巻ガ貝であるが、殻口は著しく拡大して、貝殻全体が皿状になりアワビに似た姿となる。拡張は15センチメートル程度で他のアッキガイ科同様に、 腹側背面にアワビにはない蓋を持つ。アッキガイカで同じように殻が皿状になるものに、エラシタセンの分泌物を染色に使う皿霊死骸が知られている。繁殖は、死釉が交尾を経て、体内受精により卵納を海底に産み付け、そこから孵化したベリジャー妖精が長期間植物プランクトンを接触しながら成長し、変態、着底して死骸となる。そのため、 人工増殖の研究も行われているが、養生の大量飼育に難があり、まだ試験段階にとどまる。南米チリからペルーにかけての監視用体から深さ40メートル程度まで生息する。近年、乱獲によって漁獲量が急減し、輸入量も減っている。食用外として利用される。肉質は同じ仲間の赤西に似ており、歯応えがあり、肉量があって、 上質な食用貝である。日本においては、昭和期には高騰するアワビの代用品として大量に輸入され、チリアワビ等の名称で回転寿司等で流通していたが、2003年3月より、日本農林企画の表記ガイドラインにより、標準和名のアワビもどきないし、ロコ街を用い、チリアワビ等の名称を使わないこととしている。フィールドラボラトリーパイロットリリング。 エクスペリメンツウィズアーリーアントジェニックステージズオブコンコレパスコンコレパスアキュカルチャーボリューム279イシューズ1から4ニジュライ2008ページーズ99から107魚介類の名称のガイドラインについてアーカイブド2013年7月20日アットザウェーバックマシン平成19年7月水産庁ありがとうございます